中5週連続 G1 のフィナーレ、主役候補たちの登場です。安田記念本馬場入場です。スピード押しの初 G1 秋の悔しさを力に、アンライズメジャー池添健一、マイル G1 連勝でいざ天下統一へ、ダノンジャー岩田安田、実力馬かけるダービージョッキー、その答えは大馬場常連ミルコ・デムーロ。再び頂点へ、なでしこ魂で戦い抜く名将マンボ武幸四郎。新しいファイトスタイル、これが私の生きる道、生き合い浜中すぎる。夢への階段は一気に駆け上がる毛利川田優雅。キャリアが違う、10勝目は G1 で飾る桜ゴスペル横山紀弘。今の僕の力なら兄にも他の馬にも勝てるレッドアリオン川津晴彦。4年越しの激闘、本当の衝撃がここに。リアルインパクト内田博之、究極の時計勝負、今こそやれんのか。ピエロ小崎啓太、明治のマジックで直線マシュマロのように弾けるブレイズ・ザ・トレイル、クリストル・ルメール。兄の威厳、重賞6勝の力、全てを見せつけるクラレント田辺博信。2度のハードデイズを乗り越え、今全てが報われるバンセング福永雄一。偉大なる父と強き母の血が騒ぐサドノギャラント柴山雄一。2000万馬券の立役者、いざ再びの波乱へ、敬愛エレガント吉田豊。悩める G1 馬、天才豊が何をもたらす。カレンブラックヒル初コンビ武豊、マイルの先がハッピーエンドならいい、エクストラエンド海老名正義。以上、安田記念に出走します17頭の本馬場入場をご覧いただきました。さあ、ここからは元ジョッキーの岡部幸男さんに上位人気馬の回収馬解説していただきます。岡部さん、はい、大混戦の中、現時点での一番人気は6番のモーリスということになりますが、はい、モーリスの本馬場入場いかがでした？はい、パドックではね、ちょっとテンション上がってたんですけど、はいはい、逆にこうやって返し馬行ったらちょっと余裕が出てっていうか、本人こうやって走っちゃうと少しすっきりするんだろうと思いますね、はい、それで、まあ、気持ちもね、走りたい走りたいっていうのを今セーブしてるっていう感じですよね、はい。まあ、パドックからこの本馬場に入ってきて、よりこう状態良くなった、はい、精神状態落ち着いてきた、はい、これで返し馬すれば、はいはい、あとちょっとまたスッと抜けるんで、はい、これで気持ちはこう整うと思うんですよね、はい。さあ、楽しみな馬がこれから4連勝で G1 制覇なるでしょうか。さあ、そして続いての2番人気、こちらは重賞まだ未勝利なんですけれども、2番人気に支持されています、この黄色い帽子10番のフィエロですが、こちらの回収馬、岡部さん、どういうふうに映りました？はい、そんなに大型馬じゃないんですけど、非常にこう一歩一歩がしっかりしてすがるさがあって、はい、やっぱりこう見てるとマイラムタイプかなっていう動きですよね。はい、はい、果たしてこの馬が、まあ、持ち時計もこのメンバーの中ではトップタイを持っていますので、この足を生かせればという、そんな、はい、戸崎啓太騎手の騎乗も楽しみになってきます。さあ、そして続いては3番人気ということになります、13番のバンセンヌ、こちらいかがだったでしょうか？はい、私パドックで見てた時は本当に非常にこう全身を使ってこうしっかり走れてる、それがそのまま馬場に出てきても、はい、こう全身を使ってゆっくり走れてるし、気持ちもこう余裕がありますよね、はい、これが実戦に行ってこう生きてくれればなと思いますよね、はいはい、本当に怪我で2度泣かされてという、そんな状況があったこのバンセンヌがようやく来たこの G1 の舞台で、どういう恩返しの走りができるでしょうか。さあ、そして岡部さん、はい、本馬場入場が終わりました、回収馬も終わりました、はい、どうでしょう、他にこう注目馬、気になる馬というと、岡部さん、はい、どういう馬でしょうか？ダノンシャークがこう非常にこう馬場出てくるとき、はい、余裕を持ってなんかすごくこうなんか風格あるというか、はい、もうバタバタしないでこうゆっくり出ていったのはなんか印象的ですよね。うん、はい、
まあ、この馬自体は去年の秋のマイルチャンピオンシップを勝っているわけですから、もう実力馬ですからね、はい、実力馬ですからね、はい、あるいはこの混戦ムードですが、やはりそのマイル G1 を勝ったことがあるこのダノンシャークがすんなりとマイル G1 連勝ということもあるんでしょうか。さあ大混戦ムードはまだまだ続きます。果たしてどの馬がトップに輝くのでしょうか。以上、安田記念本馬場入場と返し馬をお伝えしました。1番人気は6番モーリスで 3.8 倍、2番人気は10番フィエロで 4.4 倍、3番人気は13番バンセンヌで 6.4 倍、ダノンシャーク 8.6 倍、ここまでが一桁台の人気です。さあ間もなく発走となりますね。実況席の岡部さん、はい、どんなレース展開になると予想されていますか。そうですね、まあ、ちょっと難しいとは思うんですけど、はい、外枠の敬愛エレガントあたりは行きたい馬の一頭じゃないかなと思いますね。ですからね、はい、前回はあの2000万馬券の演出の一頭でしたからね、うん、そうですね、はい、まあ、スタート次第だと思うんですけど、はい、あの外の竹君のカレムラックヒルも、あとミッキーアイルがどうこの枠順でどんな出方していくのかなっていうのも注目ですよね。岡部さんがパドックで気になる馬として挙げられたバンセンヌはどんな競馬をしますか。あのそれなりの1位にあのついていけるんじゃないかなと思いますよね。あ、そうですか、はい、決して後方ではなくという感じで、はい、そんな競馬はしないんじゃないかなと思いますよね。一番、はい、人気のモーリスはどのあたりから。モーリスもちょっとスタートに難があったりするもんですからね、はい、まあ、スタート次第だと思うんですよね。あまりいいスタート切れなかったらやはり後方からの競馬になってしまうんだろうと思うんです。いいスタート切れたら、ある程度はそんなに最後方っていうポジションは取らないんじゃないかなっていう気はするんですけどね。はい、ただ中山であれだけの末脚を見せたということは東京競馬場なら、まあ、逆にこうジョッキーとしてはゆったり構えても乗れる、そういう気持ちじゃないんでしょうか。まあ、まあ、中山よりは多少あるとは思うんですけど、はい、やはりあの流れ次第ですよね。はい、このやっぱり 3,4 コーナーカーブ一つしか回らないですからね、はい、やっぱりそれ前半にそれなりの位置にあのっていうかその馬の思ってるポジションをある程度取れないと今度は後半が苦しくなると思うんですよね。先週のダービーみたいにね、もう出口を入れてでも行くようなジョッキーがいればまた流れがそういう流れになりますしね。そうですね、またあの流れ次第であのそういうことにもなると思うし、はい、これが遅かったら遅いで、早かったら早いなりの位置をっていうふうにジョッキーは考えてると思うんですよね。はい、わかりました、はい、レース後も解説よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。